はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでヒロナインさんからご依頼です。はい、こちらね、14年の方だけ PB ということでね。で、発送は明日になります。よろしくお願いします。発送は明日で、明後日着ですね。14年はね、結構メンバーがいいということで。でも9500箱あるんですよね。はい、じゃあ全部開けてからカードチョップです。なんか絵掛けがやっぱりね、発売がすごい遅れているのが影響してるのか、新しいのがねなかなか出てこないですね。アッパーデックさんもだいぶ遅れちゃってますもんね。ジェームスボンド、こちらの商品サイン2枚って、まあ、大体そうですよね。でもここまでボンドのね、主人公的なところと人気のあるね、他のボンドがある入ってる商品ってこれぐらい。あとまあファイナルエディションもね全然いいですけど、この14年はかなり定評が、評判がいいので。ただこれもね、24パックじゃなくていいっすよね、もうねっていうだからアッパーデックさんのあのアベンジャーズとかがあの10パックぐらいになったりするのが、あー、なんか納得ね、できるようなお年頃になりましたまあレギュラーカードとかいっぱい、まああった方がいいのかもしれないですけどね。難しいとこですけどね。はい、じゃあいきます。レギュラーカード系はこのままね、こうやって梱包します。パラレシリアルパラレルかな、この007のところが箱押しになってるのってあったっけ、なんかシリアル。それとサインカード系はね出しますね。うん、懐かしいですね。ねカジノロワイヤル、カジノロワイヤル、あ、これかパラレルですね。125枚限定120番ですね。ここが金の箱押しになってます。箱1か2ぐらいでしたっけ。あ、ね、このね、この方ね、うん、この後にウエストワールド出たのかな、主演というかね、うん、あれも面白いですね。これキャラクターカードみたいなやつですね。ウエストワールドもあの、あ、サインですね。女子だっけこれ、違うっけ。ああ、サマンサボンドはい、おお、ありだね。はい、いいっすね。まあ、一応レギュラーメンバーはいね、ウーマオブのデザインだよねあれね。あとサインがもう一枚、うん、これインサートね。
これも箱押し125枚限定、はい、2枚ぐらいか。そうですね。あと、あ、ポーカーポーカー、これ何、これフラッシュか。あー、フラッシュは強いわな。かっこいいですね、これ。3位、あ、これだ、逆ですね、こうだ。はい、誰でしょうか。見覚えはあるダグラス・ウィルマーさん、オクトパシー。ああ、そうかそうか、これだいぶ前だよね、だからね。あ、年数は書いてないか。年数2011年か。バイバック入れてんだご存命かな、元気かな、まだダグラスさんね。うん、ねえ、もう10年前か、サイニングしたの。ああ、さっきのサマンサボンドさんのカードも、あ、は 2010だ。で、この商品が2014ですから、そう考えるともうね、6年7年前か。はあ、早いですね、ほんとね、時が経つのは早いです。あっちゅうまっすもん、ほんと。もう今も瞬間瞬間過去になってってるんですよね。それと小学校4年生くらいの時に、野球クラブの子供たちにそれを、まあ子供たちっていうかね同級生ですけどね、そういう話をするとね、あの、おっちゃんっていうあだ名がつきました、店長ね、はい、サマゾンね。はい、このお二人でした。はい、じゃあ明日ね、未開封のボット一緒にお送りします。まあまあなんじゃないですか。こっちちょっと見覚えがあるぐらいですけどね。うん、オクトパシーだもんね。はい、サマンサボンドさんはね、ちゃんと出てますからね、運転手も覚えてます。はい、ありがとうございました。